朝な朝な、東の空の紫色の雲の中に、一つの家族がありました。まず、おばあさんが目を覚まし、家中のお掃除を始めます。ちょうどその時、女中は台所でかまどの下を焚きつけています。おばあさんはお掃除が好きで、大好きで、時たま女中がお掃除をしようものなら、すぐまた自分がやり直すという風でした。と言って、このおばあさんは何もそれ以上に邪険だというのでもなく、難しやでもないのでした。そういうわけで、朝な朝なこのお家では、ほうきの音がするときに、台所ではかまどの中でとろとろと火が燃えているのでありました。まもなくこのうちのお母さんは目を覚まして、兄弟の前で髪を結います。子供は床の中で目を覚まして、その兄弟のある隣の部屋で、お母さんが頭の生地をきれいにするために使う布が、小さな金だらいの中の熱いお湯につけられては絞られる時のお湯の雫の音を聞いています。やがてお父さんが目を覚まして、咳払いやタバコ盆の音を立て始めると、急に家中活気を呈してきます。空を渡っていくカラスの鳴き声までが、急にテンポを速めるように思われました。やがて、歯を磨いて、ご飯を食べて、洋服を着ると、子供は学校に、お父さんはお役所へ行くのでありました。さて、その学校が、どこにあるやら、そのお役所がどこにあるやら、それは雲の中のことでわかりません。だが、朝な朝な、東の空の紫の雲の中に、このお家があるということは確かで、皆さんがやがて大きくなって、皆さんのお父さんも亡くなり、おばあさんは、言うに及ばず、お母さんも亡くなって、皆さんが今度はお父さんになった時には、それが本当だとわかるのです。